はい、今日は鬼会に来てみましたよ。子犬たちを遊ばせたりするときに使うお部屋なんだけど、この子たちは初めて鬼会に来てみました。初めてなのでちょっとビクビクしていて、なかなかカゴから出ようとしないので、ゆっくりゆっくりカゴバスケットを傾けてみました。一番最初に愛をついたのは三女ですね。あ、違う、次女が最初に足をついたんだ。そして続いて三女が出てきて、この辺でやっぱり性格がちょっとずつこう違いが出ますね。なかなか出てこないですね、長女。長女ちゃんは慎重派。意外と三女が次女の後を追ってこう続いて出てくるから、いつも長女は危ない、時もこう一番最後ですね。いろんな匂いを嗅いで、ここはどこかな、初めての匂いがするなって感じで、いろいろクン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 嗅ぎ回ってます。まだ 500g あるかないかぐらいの子たちなので、まだ 500g いってないのかな、なんでちょっと心配なんですよね。せめて 500g を超えてからマイクロチップ入れたいなと思うんだけど、今日ワクチン接種行ってみて先生が何とおっしゃるか。このまま残ります、こっちでお迎えなので、で次女と三女は娘のいる関東の方に連れて行って、そしてそこに、